どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、頭皮だったりとか髪の毛が日焼けするとどうなるかっていうことについて紹介します。はい、ということで、やっぱりこう今ってすごく暑くなってきて、もう猛暑日もだいぶ続いてるかなと思うんですけど、まあ、外に出られる方も出られない方も、まあ、いらっしゃると思うんですけど、出た時に、やっぱ日焼け対策ってしっかりとしとかないと、大変なことになるよっていうことを、今日はご紹介していきたいと思います。まず、一つ目は、やけどをする。まあ、単純な話なんですけど、やけどをするとどうなるかって言ったら、頭皮だったりとか炎症起きますよね。で、ちょっとなんか赤くなったりとかして、ちょっと中に熱を持ってきたりもするかなと思うんですけど、で、それがある程度収まってきたら次にかゆみが出てくるんですよ。で、かゆみが出てくるとまたかき出すじゃないですか。また炎症が起きるんですよ。で、そうなるとちょっと日焼けだったり、やけどって治りづらくなってきたりとかするので、頭皮のトラブルがまた出やすくなります。で、それがある程度収まってきたら次にフケが出てくるんですよ。なんかいろいろ出てくるんですね。で、フケが出てくると、まあなんか、こう、粉みたいなのが吹いてるようにも見えてくるじゃないですか。で、そうなると、多分周りから見たときに、こう、不衛生な感じにもちょっと見えたりするかなと思うので、まず気をつけてください。次に、白髪だったりとか、薄毛のリスクを上げるっていうことです。単純に、日焼けっていうのは、紫外線を浴びて、で、そのメラニン色素がちょっと変色を起こして、肌がね、黒くなったりとか赤くなったりとかするんですけど、で、白髪は、まあ、そのメラニン色素っていうのが、何らかの原因で生成されない、まあ、作られないですね。に、作られなくて、で、普通だったら黒くなるところが白くなるっていうのが白髪のメカニズム。っていう感じです。まあ、様々なちょっと、要因はあるんですけど、まあ、単純な話はそういう感じで。紫外線を浴びると、メラニン色素を生成する、そのメラノサイトっていうところがダメージを受けるんですよね。で、そうなることによって、そのメラニン色素を分解されて、紫外線によって。で、白くなる原因になるって言われてます。で、しかも、紫外線が、頭皮に浴びることによって、で、まあ、頭皮の炎症が起こしたりとかして、ヘアサイクルですね、乱れたりとかして、で、薄毛の要因になる可能性があります。ただ、すぐにそうなるわけではないんですけど、そのダメージだったりとか、紫外線のダメージとかですね、で、頭皮のダメージっていうのが、蓄積されていくことによって、その可能性っていうのがぐんと上がってくるので、なので、日頃のやっぱ日焼け、対策っていうのはしっかりしとくべきかなと思います。次にヘアカラーの退色です。単純にヘアカラーっていうのは髪の毛のこのキューティクル、鱗状になっているところですね。そこを開いて、でカラー剤の中に入れ込んで、発色をさせるっていう仕組みなんですけど、紫外線を浴びることによってそのキューティクルが少し破壊されていきます。で、そうすることによって色素だったりとかこう抜け落ちてしまう。で、抜け落ちてしまうとどうなるかって言ったら、例えば色をせっかく入れたのにちょっと黄色っぽくなったりとかオレンジっぽくなったりとかで、それがちょっと進行していくと次パサつきの原因だったりとか乾燥の原因にもなったりもします。なので、まあ、カラーを入れたばっかりの人とかはすごく早く抜けやすくなるので、カラーリングをしたばっかりの人は紫外線対策をしっかりとやっておくべきかなと思います。次に、頭皮と髪の毛の乾燥です。で、さっきのヘアカラーの、話とちょっと近いものがあるんですけど、こう、紫外線を浴びると、まあ、例えばキューティクルがちょっとこうダメージを受けるんですね。で、そうなると髪の毛の中の水分が抜け落ちてしまいます。そうなるとね、水分が抜け落ちるとどうなるかって言ったら、乾燥パサつきの原因になります。で、その後に次、栄養分、髪の毛の栄養分、タンパク質ですね。タンパク質が抜け落ちてしまう。そうすることによって切れ毛の原因になってきたりもします。次に頭皮も、紫外線を浴びると、ね、炎症を起こすっていうのもそうなんですけど、次に乾燥してきます。で、そうなることによって、まあ、ヘアサイクル、頭皮環境がちょっとね乱れてくるんで、ヘアサイクルが、乱れてくるんですけど、それと同時にちょっとね、例えばシャンプー、刺激が強いシャンプーだったりとか、まあ、次にちょっとカラーリングしようとかっていう時にすごく染みたりする原因になったりします。
なので、大体こう紫外線は乾燥があるので、それも気をつけないとダメな部分になるかなと思います。次に、日焼けの予防策ですね。まあ、大体わかるかなと思うんですけど、まずは、まあ、日傘を差す。もうこれ多分だいぶ重要なことですね。で、UV カットの日傘を差して。で、そうすることによって、ちょっと気温もちょっと下がってきたりとかね、マイナス2度ぐらいあるって言われるのかな。なんか、ちょっとね、涼しく感じるみたいなので、日傘を絶対差す。で、日傘を持ってない方っていうのは、まあ、男性の方とかもあんま持ってないかなっていう方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、次には帽子をかぶる。で、なるべく通気性のいい帽子ですね。通気性の悪い帽子をかぶると、蒸れてくるじゃないですか。もう本当に密閉された状態なんで。で、そうするとどうなるかって言ったら、雑菌が湧きます。雑菌が湧くとどうなるかって言ったら、やっぱそのヘアサイクルだったりとか、頭皮環境が乱れてくるので、ちょっとね、抜け毛の原因になったりとかしますので、なるべく通気性のいい帽子をね、かぶるようにしてください。で、最後に、日焼け止めのスプレーですね。日焼け止めのスプレーとか結構売ってるじゃないですか。髪の毛用のやつも売ってるんですけど、まあそれをこう全体につけてもらって。で、ああいうのって結構もうお肌につけても大丈夫なやつなんで、頭皮にバーっとつけてください。で、大体、まあ日焼け止めね、塗ってらっしゃる方、女性の方は大体わかると思うんですけど、まあ2、3時間に1回ぐらいは塗り直しはやってあげると、UV ケアね、対策はバッチリかなと思いますので、この3点。ね、覚えてちょっとやるようにしておいてください。で、最後に日焼けをしてしまったらもうどうするかっていう感じなんですけど、もうやってしまったことは仕方がないじゃないですか。なので、まあ最初にはこう濡れタオルみたいなやつで日焼けしたところ、頭皮だったりとかをね、髪の毛はちょっと難しいかもしれないですけど、頭皮だったりとかは、結構大事なので冷やしてあげる。そうすることによって少しこう炎症だったりとかも抑えれるかなと思うので、まず冷やすのを心がけてください。次に、まあ大体シャンプーしないとダメじゃないですか。で、シャンプーするときも、なるべく頭皮に優しいシャンプーを使うようにしてください。できる限りこう、頭皮に優しいシャンプーというか、アミノ酸系シャンプー。なるべく刺激が少ないシャンプーですね。また概要欄になるべくこういう成分が入っているシャンプーを使った方がいいよっていうのを、書いておきますので、後ろの成分を見て、大体、水、その次に書いている成分ですね。この、その中の、概要欄に書いてある成分を、入っていると使ってあげると、だいぶ優しいやつになってるかなと思いますので、そういうのを使うようにしてください。で、次にドライヤーですね。ドライヤーもなるべくこう近づけてドライヤーをすると、結構ね、暑かったりとか、よりまたその、なんですか、日焼けしているのに、それを悪化させる原因にもなるかなと思うので、2、30センチぐらい離してからドライヤーをかけるようにしてください。で、あとは、まあ、頭皮のケアですね。頭皮の化粧水とかもつけて保湿してあげるのも一つです。あとは、クリームシャンプーみたいなのあるじゃないですか。クリーム、トリートメントみたいな。頭皮のトリートメントみたいな。とかを、使ってあげると、ああいうのって頭皮の保湿もしてくれたりとか。ね、髪の毛の保湿もそうなんですけど、頭皮の保湿もしてくれる効果もあるので、そういうのをしてあげることによって保湿されるので、頭皮バリアも高めてくれるかなと思いますので、クリームシャンプーだったりとか、あとね、頭皮用のトリートメントをつけるようにしてください。で、最後に、それでも治らない方だったりとか、悪化したりとかね、もう炎症が止まらないとか、不健が止まらないっていう方は、やっぱ医療機関に行くのがベストかなと思います。だいぶその火傷も進行しすぎてる、状態になってるかなと思うので、まあ、なかなかそこまでなる方もいらっしゃらないかもしれないですけど、ちょっとね、治りが遅かったりとか、痒みが収まらないという方は、医療機関に相談することをお勧めします。ということで、日焼けによるトラブルについて紹介させてもらいました。いや、本当にもうすごく最近暑くて、でも、やっぱりね、外に、お盆時期なんで、外にね、ちょっとお墓参り行ったりとか、いろんなところにね、ちょこっと出かける方もいらっしゃるかなと思うんですけど、そのちょこっとした時間でもう今日焼けしたりとか、結構なる原因になるかなと思いますので、このぐらいだったらいいだろうって思ってしまって、出てしまうと大変な思いしてしまう可能性もあるので、なるべく、まず予防が大事かなと思うので、日傘をさしたりとか、あとはまあ帽子をかぶって、通気性のいい帽子ですね。あとは、しっかりとスプレーをしてあげる。で、それをやることによって、だいぶ抑えれるかなと思います。
でもなってしまったらもうやっぱさっき言ったような、方法で少しヘアケア、ケアをしてあげると、よくはなってくるかなと思いますので、本当に、抜け毛だったりとか本当に白髪の原因になる可能性もかなり秘めてますので、日焼けっていうのは。なので、あの、ね、若い方っていうのは多分日焼けしようっていらっしゃ思ってらっしゃる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、しすぎは良くないかなと個人的には思いますので、ぜひケアをしながら、まあ、やるようにしてください。そうするとね、若々しい髪の毛だったりとか、綺麗な髪の毛になるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。皆さん、さようなら。